今回、日本初展示させていただきます、DAW サディ6になります。内容としましては、前回、サディ5から、大きくメジャーアップデートしまして、従来の、ハードウェアは専用のハードウェアで、のみで起動していた単機システムから、ネイティブのソフトウェアという形に、変わったところが非常に大きなポイントになっています、はい。今までもそうなんですが、マスタリングですね、マスタリングエータと放送局、あとこちらの製品もついてライブレコーディングというのに、非常に特化した製品ですので、そういったお客さん、特にマスタリングのお客様には、非常に喜んでいただけるのではないかと思います。こちらはですね、ドイツのデジタルコンソールメーカーラボ社の、新製品になります。昨月の IBC オランダ IBC で、発表されましたサファイアという新製品。大きい現場ではなくてですね、小さいまた中規模、小規模、中小規模の放送設備、放送局さんに対してより簡単、シンプルで簡単な操作で使えるデジタルコンソールをという形で開発されました。ラボ、やっぱり先ほどの話が大きいですね、ラージコンソールサイズのデジタルコンソールが多いんですが、そのクオリティとですね、操作性をですね、そのまま小さくダウンサイズさせていただいたという形になります。